アイルダントロフィー府中ヒンバステイクス2コーナーの枠入り15投終わりましたスタートしました11番セントカメリア後方。まず周回コース2コーナーに向かうところで1番ハーパーいいスタートを見せています外からは12番コンクシェルがやはり先頭に 出ていってっコースの向こう上面に入りますコンクシェルが先頭に立って同枠13番モズ・ゴールドバレルが2番手につけました3番ラリュエル8番コスタボニータ34番手控えて1番ハーパー5番手インコース並んで9番フィールシンパシーこの2頭の間に入っていく7番のフィアス,番のフィアスプライドです向こう上面中ほどその後十14番ライラック6番マスクトリーバー中段のインコース先頭までは10馬身近く残り1200を通過しましたその後ろ3コーナー手前で 外から5番のブレイディーベーグあとはインコース2番アスコルティアーモ10番シンティレーションが続いて3コーナーカーブ残り 1000m 切りました4番モリアーナ15番ルージュ・リナージュ最後方11番セント・カメリア縦長で34コーナー中間に差し掛かります先頭12番コンクシェル残り800の標識を通過 1000m58 秒6と計測されました後ろを3馬に引き離しています13番、モズ・ゴールドバレルが2番手3番手は3番、ラリュエルと外は8番のコスタボニータ7番、フィアスプライドが続いてインコース1番、ハーパーバグンの中が6番のマスク・トリーバ4コーナーカーブ直線コースに向きました。 先頭コンクシェル依然3シにリードをキープ2番手、同枠モズゴールドバレル残り400坂を上ってきます3番手、コスタボニータ内からはラリエルさらには各馬の間から6番のマスク・ドリーバーが一気に先頭との差を詰めてくる外からはフィアスプライドさらにはフィール・シンパシーそして5番のブレイディ・ベーグが伸びて横に広がって200を切りました先頭ここでマスク・ドリーバーに代わってフィアスプライド外からは5番のブレイディ・ベーグさあ、マスク・ドリーバーとブレイディ・ベーグの争いは5番のブレイディ・ベーグこれが g 馬の内ブレイディ・ベーグ先頭でゴール2着は10番シンテレーションが た11ヶ月ぶりの復帰戦を力でねじ伏せました、5番ブレイディ・ベーグ。